皆さんこんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今回はプレネランキングプロフェッショナルモデルのステンレス編をお送りしてまいりたいと思います。この動画ではプレネ率によるランキングとともにリセールバリューもお伝えしていきます。これを見ればプレネ率とリセール率が同時にわかります。さて11月に入りロレックス相場は動きが止まりまして若干の下げに転じました。上昇したモデルはほぼありませんでした。しばらく下げが続きそうです。では11月第1週のランキングいってみましょう。20位からご覧ください。20位はヨットマスター126622ブルー文字版になります。定価は145万8600円、新品最安値は205万円、プレネ率は 132.4%、 買取最高値は190万円、リセール率は 130.3% でした。新品最安値は前回より4万円の下落、買取最高値は変わらずでした。ヨットマスターブルーが最下位に転落しました。ヨットマスター欲しいんですが正規店で聞いても全然ないです。最下位に転落したことで多少買いやすくなってほしいです。19位はミルガウス 116400GV 黒文字版になります。定価は108万5700円、新品最安値は150万円、プレネ率は 138.2%、 買取最高値は135万円、リセール率は 124.3% でした。新品最安値は前回より1万円の下落、買取最高値は前回と変わらずでした。ミルガウスは完全に動きが止まっております。18位はシードエラー126600になります。定価は153万3400円、新品最安値は213万円、プレネ率は 138.9%、 買取最高値は195万円、リセール率は 127.2% でした。新品最安値は前回と変わらず、買取最高値も前回と変わらずでした。シードエラーも動きがない状態です。17位はヨットマスター2 116680になります。定価は221万9800円、新品最安値は315万円、プレネ率は 141.9%、 買取最高値は270万円、リセール率は 121.6% でした。新品最安値は前回と変わらず、買取最高値も前回と変わらずでした。前回謎の伸びを見せたヨットマスター2でしたが、今回は完全に動きが止まりました。さすがにこれ以上の上を目指す展開はしばらくないと思います。16位はディープシー136660黒文字版になります。定価は164万6700円、新品最安値は238万円、プレネ率は 144.5%、 買取最高値は195万円、リセール率は 118.4% でした。新品最安値は前回より2000円の上昇、買取最高値は前回と変わらずでした。今はご祝儀相場だと思いますが、現在のところは崩れずに維持しております。15位はエクスプローラー2226570黒文字版になります。定価は112万2000円、新品最安は173万5000円、プレネ率は 154.6%、 買取最高値は165万円、リセール率は 147.1% でした。新品最安値は前回と変わらず、買取最高値は前回より5万円の上昇でした。エクスプローラー2は前回と同じく動きがあまりない状態です。14位はディープシー136660ディーブル文字版になります。定価は168万4100円、新品最安値は268万円、プレネ率は 159.1%、 買取最高値は230万円、リセール率は 136.6% でした。新品最安値は前回より約23万円の下落、買取最高値は変わらずでした。新型 D ブルーはご祝儀相場から大きく崩れて順位を落としました。まだ下がると思いますので今は様子見がいいと思います。13位はミルガウス 116400GVZ ブルー文字版になります。定価は108万5700円、新品最安値は175万円、プレネ率は 161.2%、 買取最高値は155万円、リセール率は 142.8% でした。新品最安値は前回より1万円の上昇、買取最高値は前回と変わらずでした。ミルガウスは全く動きがないですが、ディスコン期待からさらに上がってくるのか注目です。12位はエクスプローラー124270になります。定価は84万7000円、新品最安値は140万円、プレネ率は 165.3%、 買取最高値は125万円、リセール率は 147.6% でした。新品最安値は前回より2万円の上昇、
買取最高値は変わらずでした。じりじり上がってきております。エクワンはご祝儀相場が完全に終わって上昇モードに入ってきた感じがします。11位はヨットマスター126622スレート文字盤になります。定価は145万8600円、新品最安値は243万円、プレネ率は 166.6%、 買取最高値は210万円、リセール率は 144.0% でした。新品最安値は前回と変わらず、買取最高値は前回より10万円の下落となりました。ヨットマスターは一服感が出て一休み状態です。100万円近いプレネがついてますので、ここら辺でしばらく足踏みではないかと思います。10位はエクスプローラー2226570白文字盤になります。定価は112万2000円、新品最安値は192万5000円、プレネ率は 171.6%、 買取最高値は175万円、リセール率は 156.0% でした。新品最安値と買取最高値は前回と変わらずでした。黒文字盤と同じく白文字盤も動きなしです。X2 は全く動きがないですが、他のモデルより弾数が少ないのかもしれません。9位は、エアキング126900になります。定価は872300円、新品最安値は151万8000円、プレネ率は 174.0%、買取最高値は125万円、リセール率は 143.3% でした。新品最安値は前回より 1.2 万円の下落、買取最高値は前回と変わらずでした。ご祝儀相場からやや下がってきました。もう少し下がってくると思いますが、意外と粘っております。8位はサブマリーナーデイト 126610LN になります。定価は1196800円、新品最安値は213万円、プレネ率は 178.0%、 買取最高値は195万円、リセール率は 162.9% でした。新品最安値は前回と変わらず、買取最高値も前回と変わらずでした。サブマリーナーも全体的に動きが止まっております。サブマリーナーは弾数が多いので市場にもたくさんありますから、この辺りでしばらくは足踏みだと思います。7位はサブマリーナー124060になります。定価は106400円、新品最安値は191万4000円、プレネ率は 181.7%、 買取最高値は170万円、リセール率は 160.3% でした。新品最安値は前回より 1.3 万円の下落、買取最高値は前回と変わらずでした。ノンデイトは前回までじりじり上げていたんですが、下落に転じました。200万円に近づいてきたので、この辺りで一服かと思います。6位はサブマリーナーデイト 126610LV になります。定価は125万9500円、新品最安値は268万円、プレネ率は 212.8%、 買取最高値は235万円、リセール率は 186.6% でした。新品最安値は前回と変わらず、買取最高値は前回より10万円の下落でした。グリーンサブは買取最高値が若干下がってきたので上昇は止まった感じです。5位は GMT マスター 2126710BLNR になります。定価は127万2700円、新品最安値は282万1500円、プレネ率は 221.7%、 買取最高値は250万円、リセール率は 196.4% でした。新品最安値は前回より 2.8 万円の下落、買取最高値は前回より5万円の下落でした。前回ここら辺で上昇は一旦止まるんではないかと予想しましたが、その通りとなってきました。しばらくはじりじり下がるか横ばいかなと思っております。4位はGMT マスター 2126710BLRO になります。定価は127万2700円、新品最安値は322万円、プレネ率は 253.0%、 買取最高値は300万円、リセール率は 235.7% でした。新品最安値は前回より8000円の上昇、買取最高値は変わらずでした。ペプシの方はほぼ動きなしでした。バットマンの方が弾数は多いので、ペプシの方が崩れにくいと思います。3位はデイトナー 116500LN 黒文字盤になります。定価は172万400円、新品最安値は462万円、プレネ率は 268.5%、 買取最高値は420万円、リセール率は 244.1% でした。新品最安値は前回より約2万円の下落、買取最高値は前回と変わらずでした。前回デイトナが崩れてきたことをお伝えしましたが、今回は若干の下落となりました。
下落トレンドにはなっておりますが、大幅下落という感じではなく、じりじりと下がっているという感じです。2位は、デイトナー 116500LA の白文字版になります。定価は172万400円。新品最安値は494万円。プレネ率は 287.1%。買取最高値は470万円。リセール率は 273.2% でした。新品最安値は前回より18万円の下落。買取最高値は変わらずでした。デイトナ白も下がってきております。ロレックス相場全体を映す鏡のモデルですので、デイトナ白が崩れてきているということは、今はロレックス相場が若干下がっているということを意味します。そして1位は、GMT マスターズ 126720VTNR になります。定価は133万4300円。新品最安は419万8000円。プレネ率は 314.6%。買取最高値は400万円。リセール率は 299.8% でした。新品最安値は前回より1万円の下落。買取最高値は変わらずでした。ご祝儀相場だと思ってましたが、なかなか下がらないです。まだ玉数がそこまでないというのもあると思いますが、コーポレートカラーのグリーンはかっこいいので人気があるんだと思います。現在ペプシが300万円台前半なので、スプライトは300万円台後半で落ち着くんではないかと思っておりますが、今のところ強い動きを見せております。以上、プレネランキングプロフェッショナルモデルのステンレス編をお伝えいたしました。20位から11位はこちらになります。全体的に動きが止まっております。10位から1位はこちら。デイトナが前回に引き続き下げてますので、ロレックス相場全体は現在下がっているということになります。毎年11月はあまり元気がないことが多いんですが、12月の年末商戦に向けて若干上がってくるのではないかと予想しております。今後じりじり下がるのか、上げに転じるのか注目です。次回のプレネランキングは11月中旬の予定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。